どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。今回も遊戯王デュエルリンクスという神ゲーをね、やっていきたいと思います。さあ、今回はですね、また令和シリーズということで、本日は行きまーす。令和のペガサスです。ペガサスです。令和のね、令和バージョン、やっていきましょう。まあ、デッキの大元のギミックは、ジャック・ジャック大先生がディスコードに貼っていたデッキを拝借して使わせていただいているんですけども、このトゥーン・ブラック・マンシャン・ガールっていうのが多分トゥーン界で一番強いんですよ。だから、令和のペガサスはおそらくこのモンスターを、使っていくんじゃないかなと私は思っていまして、で、令和のペガサスデッキはね、ものすごいワンキル力を誇ります。これ何がそのトゥーンデッキって今までもありましたけど、何が強くなったかっていうと、新パックでトーラの魔導書っていう魔導書が追加されたんですよ。このカードが、要は禁じられた清掃みたいな感じで、その魔法使いとかモンスターを対象に取って発動するんだけど、魔法カードの効果を受けないかトラップカードの効果を受けないか、どっちか選んで発動できるっていう効果なんですね。もちろんまあ2枚あれば両方とも受けなくさせることができるんだけど、これが魔導書カードですから、サーチができると、バテルとかグリモとかで。だから今まではそのトゥーンブラックマンシャンガールのダイレクトアタックを、例えばトラップカードね、底なしとか、まあ、デモンズチェーンとか、いろいろそういう、まあ、トラップカードで止められたり、波紋のバリアウェイホースとか分断とかで止められたりしてたんですけども、これがあると効かないんですよ。一切の、まあ、トラップカードの妨害を受けなくさせることができるんで、すごい強いんです。だからワンキル能力が高くなりました、かなり。動かし方は簡単で、バテルとかマンシャンガール出して、まあこれアドバンス召喚して下敷きにして、アドバンス召喚じゃねえな、特殊召喚して、でまあトゥーロールバックかヒュグロセフェルで打点を1000上げて4000にして、まあぶちかますっていう、まあ、もしくはトゥーロールバックで2回投げるっていう、で妨害はトーラの魔導書で防ぐという。クリボールだけはちょっときついけど、そういうのなければ結構のワンキー力誇られるんで、割とね、成功率だいぶ高くなったかなと思いますんで、早速ね、令和のペガサスやっていきましょう。デュエルスタンバイでーす。ドームの勝ちでーす。さあ、私の力をお見せしまーす。デュエルでーす。ベンゼットデッキでーす。なんですか、そのモンスターは。よく知りません。お前が作ったやないかい。さあ、ベンデット、リベンデットスレイヤーいきました。あ、強いですね、なかなか。お、これは強固な盤面。これ6シンクロじゃなくて8シンクロかな。これ間違えて効果使うな、間違えて効果使うのよ。それタイミング直すかな。あー、オッケー今ね、これね、新ルールでね、なんかね、チェーンの順番間違えるとね、効果発動できないっていうことがあってね、リンクスね、このね、ホムラガミ戦スレイヤーするとタイミング逃すんで、タイミング逃すっていうか、なんかリベンジスレイヤーの効果がなんかその発動できないっていうパターンあるんで、その墓地に行ってないから、リベンジスレイヤーが除外されると、ちょっとこれね、間違えるとやばいってことになるんだけど、まあ今の段階であれか、除外するやついねえか、さすがに。でリベンデッドボーン、オッケー。あ、強いぞ、なかなか。お強いな、ハンドでちゃんと妖刀を残せるってことか、墓地に。お、強いな、おい、それは強いぞ。おい、てことはガンギ待ってんじゃねえか。ちょっと俺はあとはこれマジシャンガールがなんか引けないとこれちょっとやばいじゃないかな。なるほど、数になってた。すいませんでした。いきまーす。グリモの魔導書の手札に加えまーす。あ、勝ちました、これ。グリモの魔導書の効果を発動しまーす。トーラの魔導書じゃなくても別にいいんですけど、トーラの魔導書の手札に加えまーす。こっちだ。トゥーンの目次の効果を発動しまーす。デッキよりトゥーンモンスターも手札に加えまーす。トゥーンブラックマンシャンガールを特殊召喚です。覚悟はいいですか。ヒューグロの魔導書の交換を発動します。
あなたの命はここでおしまいです。ここまでは読んでいました。覚悟はいいですか。行きます。ブラックバーニング。はい、クソゲー。さあ行きます。あんあん。メリーマジシャンガールを召喚します。メリーマジシャンガールの効果を発動。ブラックマジシャンガールを手札に加えます。グリモの魔法書の効果を発動します。セフェルの魔法書を手札に加えてます。セフェルの魔法書の効果を発動です。ホーラーの魔法書を見せて、グリモの魔法書の効果をコピーです。ゲーテルマの賞発動です。カードをセットです。カードをセットです。ターン終了です。ちなみになんですけど、このベリーマジシャンガールから特殊召喚するモンスターこのデッキ入ってないんですよ。このデッキベリーマジシャンガールの対象となったりとか攻撃された時に出せるマジシャンガールモンスター1匹も入ってないんですけど、意外とそのベリーマジシャンガールの効果は知らないから、そんなの分かんないじゃん。そのあ、ターン終了、マジか。入ってないの分かんないじゃん。だから意外とね、これ一体立てておくとね、いけるっていうね、のあるんですよ。結構いい感じっすよ。だから。ベリーマジシャンガールを召喚でーす。ベリーマジシャンガールの交換は発動。ブラックマ、トゥーンブラックマジシャンガールを手札に加えまーす。トゥーンブラックマジシャンガールを特殊召喚でーす。なんだろう、まあ、さすがにでもノーガードエンドしてきてからなんかクリボールかなんかあんだろうな。さすがにこのまま終わったらボツだぞ。このまま終わったら動画ボツでーす。いきまーす。あ、なんかありました。あぶねー。さあもうちょっと楽しめそうです。クリボール、トゥーンクリボールの効果を発動です。まだあんのか、そんな棒読みのある。なんだろうな、もう一枚クリボールなのか回答なのかちょっと分かんないんですけど、ちょっと分かりませんけども、融合の使い手とかなんですかね。シードの戦う舞台とかそっち系のライフ系のスキルなんだろうな、多分今受けたっていうことは。逆に言うと、さあ一体何デッキなんでしょうか。ムーンライトでした。ムーンライトはゲーテル魔導士がぶっ刺さります。ゲーテル魔導書で選んで除外ぶっ刺さります。お、なかなか強いぞ。さあこれでムーンライトフュージョンを打ってくるんでしょうか。ムーンライトフュージョンの効果を発動。何が出てきてもそんな怖くないですね。今何が出てきてもそんなに怖くはなくて、一番めんどくせえのはあんまめんどくさくねえ、なんでもあんまめんどくさくねえわ。だからどれ出してもいいや、別にどれでもどうぞ。さあ1枚2枚、あ、2体融合、あ、ダンサーの方 OK。 ダンサーの方は戦闘では破壊されないやつ、戦闘では破壊されないやつで、ムーンライト、エメラルドバードの効果で特殊召喚するのが、墓地から、クリムゾンフォックス、赤いキツネさん。さあもう1体融合できるんでしょうか。あ、できない。あー、それはさすがにですね。まあ、裏にしちゃってもいいけど、まあ、さすがに除外するか。さすがに除外してるか。一応ちょっと1枚使っといて、まあ、ちょっと裏にしてもいいんだけど、まあ、別にどっちもいいや。で、魔法カードの他を受けなくします。さあ、3枚墓地に魔導書が行きましたよ。100ダメージはもらいましょう。バトルステップ。ゲーテル魔導書の効果は発動です。墓地の魔導書カードを3枚除外します。さようならです。よし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 、ドローです。最強です。最強です。魔導書バテルを召喚です。
上にモノマロを小手段に加えます。今ちょっとこのデッキのゲーテは2発は撃つ想定でデッキ組んでないんで、ですね、これヒュグロしかないんじゃないかな。ヒュグロしかなさそうな気配があるけども、まあ、ヒュグロでしょうね。ヒュグロしかないですね。セフェルなんて使えないしね。ヒュグロ持ってくるしかありません。トゥーンロールバックの効果を発動します。トゥーンモンスターバックのターン2回攻撃できます。ヒュグロの魔導書を発動です。トゥーンブラックマンチャンガール3連打いきます。1連打目トゥーブラックバーニング、ガイトロイド1枚目発動です。もう1回いきます。もう1回いきます。いやー、デュエルリンクスで歓迎ですね。さあ、お相手の方、あ、遊戯ボーイ、あ、強いです、それは強いです。ブラックマちゃんをサーチ、いいでしょ。そんなこと言わないか、いいでしょなんていう言葉。お、砂時計をチェックです。あ、光りませんね。ベリーマンチャンガールを召喚します。ベリーマンチャンガールの効果を発動、ツインブラックマンチャンガールを手札に加えます。トゥーブラックマジシャンを特殊召喚です。でも勝ったんじゃないのこれ、またこれクソゲーすぎんだよな。魔導陣の効果はトーラの魔導書で守ります。バトル最強トゥーブラックバーニング対戦ありがとうございました。なやこれ、緊急儀式技術、なんやそのカード、なんやそのカード、口頭儀式でブラックマジを送る、はあ、あ、やばいやつ来たな。魔導陣の効果発動です。あ、それ除外されるのきついです。でもこれダイレクトアタックしてるだけ時にさ、これさ、除外されたらさ、なんとかなるみたいな話ない？あ、マジシャンオブカオスの効果も発動して、あ、やばい！それはモンスター効果だ。あー、なるほど。これ打っても意味ないな。これ打っても意味ないから、あ、やばい！やばいです！なんか知らんけど、勝ったと思いました。あれ？と思ったけど、なんでこ、あれなんでこうなったんだ、何が起きた、で一体戦隊と何が起きたんでしょうか、私の身に何が起きたんでしょうか。ちょっとだってブラマジシャンオブカオスとかいうモンスター強すぎだろ。ジンカオスやばいんだってやってることが。あ、でもサーチは入んない、オッケー。ちょっと何引きまいんだこれ、バテル、ゲーテル飛ばせばいいのか、ゲーテル飛ばせばまだワンチャンあるのか。バテルを召喚です。バテルの効果を発動です。グリモの魔導書の効果を持ってきます。グリモの魔導書の効果を発動、グリモの魔導書の効果、あっ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 、え、強すぎる。ちょっと待って、相手にいたらさ、あ、つかないよね。え、ちょっと何、どういうこと、何その、何やそのカード。